剣に転生する異色の異世界アニメ、転生したら剣でしたということでね、先日、転生したら剣でしたというアニメの第一話が放送されました。異世界にね、剣になって転生するっていうね、かなり独特な作品になってきているんですけれども、いや、第一話めっちゃ面白かったですね。キャストさんがまあハマってるっていう感じでございまして、フランちゃん可愛い、その、師匠のね、ミキさんめっちゃ面白いっていう感じでね、すごくいいバディが生まれたなっていう感じでございました。というところで、どんな作品かって言いますと、タイトル通りね、 まあ主人公が異世界に転生したらその姿が剣だったっていうところから始まるんですよね。剣何もできないじゃんと思いきや自分がねスキルとか思っておりまして、まあそのスキルで動くことができるんですよね。でその動きながら周りにいるモンスターを買ってレベルを上げていく。 っていうね。特にやることがないですから、とりあえず自分の活動範囲っていうのを広げつつ周りにいるモンスターを買っていって自分を強化していくっていうパートが A パートで行われていくんですよね。この A パートっていうのは、いわゆるテンプレ的な異世界転生アニメらしくですね、あのスキルウィンドウが出たりとかして敵を倒してレベル上げてスキルを得てみたいなそんな感じのいつもの流れがね、結構しっかりめに説明をしてくれるんですよね。まあ、これがあることによってちょっと長く感じるところもあるんですけれども、その反面師匠、主人公の師匠のね、強さっていうのがしっかりと理解できて、 で、そこから B パートに入っていきますと、まあ、ふとした拍子に魔力を吸い取る地面に突き刺さってしまって、そこから動けなくなってしまうっていうね、もうどうしたらいいんだって思いながら泣きながらね、数ヶ月時が経っていくっていう、ここもめっちゃ面白かったんですよね。で、そんな数ヶ月も経って、もう絶望していた時にですね、フランちゃんっていう女の子と出会うんですよね。っていう、そんなガールミーツー、 みたたたいいなねそんなねそとところかから始まままる作品でございましししバトルアニメとしててりり戦闘描写凝っておりましたフランちゃんが師匠を引き抜いてから頭がね、二つあるクマと戦うんですけれども、まず動きが良くって BGM も超熱いので、それだけで燃えるんですけれども、戦闘中のフランちゃんと師匠の掛け合いがまあいいんですよね。その新米のね、剣を握りたてのフランちゃんに対して、もう師匠である主人公がね、導いてあげてる感っていうのがすごい出ている、えー、最初のバトルシーンでございまして、まあ、こっからこの二人がどんなね、強敵と戦って打ち破 ていくのかっていうのがめちゃくちゃワクワクさせてくれるようなねほんとそんな感じの初戦になっておりましたまあ、そんな感じで肝となるねバトルシーンはすごくいいクオリティだったんですよねで日常パートもこの師匠とフランちゃんの掛け合いがまた面白くてですねやっぱこのミキさんの声がですねあのコミカルなところもあるんですけれども熱いところはねすごい芯が通っていてね超熱いんですよねまあ、そういう本当にもうベテランさんならではのねほんと演技のねこの使い分けっていうのがすごくね幅が効いていてほんとめちゃくちゃいいキャスティングだなと思いましたでフランちゃん の声優さんの角間さんの演技をめちゃくちゃよくってですね可愛らしいんですけれどもこの痩せやあるね神殿の強さっていうのを感じさせられるそんな演技がですねすごく効いてるなっていうところでございました、まあ、そんな感じでメインのねこのバディがめちゃくちゃハマっておりまして、まあ、戦闘シーンもねすごいクオリティ仕上がっておりましたのでこれは今後すごく楽しみになるアニメ始まったんじゃないかなというところでございましたはいということで以上転生したら剣でした大ちゃんの感想でございました剣、まあ、に転生した主人公が自分で生きていくのではなく他人の人生を豊かにするために生きていくっていうねそういういえ。 に変わっていくっていうのがね、まあ、すごく剣として面白いなっていうところでございましたフランちゃんもねめちゃくちゃ可愛いのでね今後この2人のバディがねどんな感じで物語を展開していくのかめちゃくちゃ楽しみになるそんな感じの第1話でございました皆さんどうもぜひともコメント欄にお願いしますそれじゃまた